어떤 집에 그 전도하러 갔는데 큰 부적이 붙어 있어요. 예, 어느 분의 집에 전도를 하러 갔다가 큰 부적이 붙어 있었어요. 그래서 제가 물어봤어요. 그래서 제가 물어봤어요. 구슬하면 이런 일이 일어나죠 하니까 그렇다는 거예요. 예를 들어 이런 오하라이를 하면 이런 일이 일어나겠네 라고 물어봤습니다. 부적을 붙이면 이런 일은 도움이 되죠. またお札などこのようなものを貼っておくとこういう部分については助かりますねそうですっていうふうに答えられました。 그러면 당신은 귀신이 있다는 걸 믿지요 그러니까. ということはあなたはその悪霊があるということを信じていますかっていうこと 믿는다는 거예요. 信じますっていうふうに答えられました。 그러면 왜 하나님은 안 믿어요? じゃあどうして神様は信じていないんですか? 아니, 귀신은 믿는데 왜 하나님은 안 믿어요? 悪霊はそのように信じているんですが、なぜ神は信じていないんですか? こう言うことはこと하더라는거こう言われるのは귀신은믿는데하나님은안믿어うなずいてくださいましたなるほど、お化けは信じているか神は信じていないっていうことであります。하나님은믿는길이있다で神を信じる道がありますっていうことをお話ししました。길이단어가있는데그단어가그리스도야。その道、その単語がキリストであるっていうことです。 그날역사일어났어요。でその時神の御働きは起きました。부적다뜯고。すべてのお札を取ったのです。뜯은데또있다더라고요。でこれを取ったらまだありますっていうことになりました。 바닥에도 깔아놨어. 床のところにも全部貼られてあったのです。目に見えないところに貼り付けられてありました。 그 정도 아니요. それだけではありません。 냉장고에도 붙이놨어. 冷蔵庫の中にも貼り付けあったのです。 얼마나 어려운 많이 당해서 그랬겠어요. どれほど大変なことがあったんでしょうか。そこまで貼り付けるっていうことは。 그 레멘트는 앞으로 그래야 됩니다. 레멘트. 나는 우리 집에 사는 게 너무 힘들어. 例えばこうしてください。私の家で暮らすことはとても大変です。 자, 그 말을 사단이 듣고 뭐라겠죠? 例えばその言葉をサタンは聞いてどういうふうに思うんでしょうか。そうだっていうふうに思うはずです。そう、大変でしょっていうふうに、そのようにうなずくはずです。 하나님 뭐라 겠죠? でも神は何と言うのでしょうか? 간단합니다. 簡単なことであります。 답은 간단해요. 答えはとても簡単です。 교인들 가운데 이런 게 있다. 지금 전국 세계 몇에 두고 있잖아요. 우리 교회는 은혜가 안 돼. 교회의 信徒の中にも私たちの教会では全く恵みがありませんという方いらっしゃるはずです。 사단이 뭐라겠죠? もしそううなずいているなら、サタンはどう思うんでしょうか? ?잘 봤어. とってもよく見ましたというふうにうなずくはずです、サタン。 하나님 뭐라시겠죠? でも神は何とおっしゃるのでしょうか? 인간아. この人間っていうふうに思うはずです。どれぐらい殴られて分かるんでしょうか。そういうふうになるっていうふうに。俺は何の権利입니까?私たちは誰の味方なんでしょうか? 잘 기억해야 돼요. 그게 미래입니다. 記憶していかなければなりません。 それが 未来です。 その言葉が未来になります。 예를 들어서 말이요. 例えばです。 지금 세계보험원 25만 지금 촬영하는 저 사람들 있죠. 중요해요. 세계 복음 가운데 있는 가운데 このように 사세요 사れてる 方々は とても 중요です. 저 사람들이 아, 나 이게 힘들어 못 하겠어. 예를 들어 이렇게 사세요 하시나가 뭐 대행だから やりたくない って 막바로 사단이 잘 생각했어. 어쩌라고 사탄가 とても 학습하시나가 とても 좋은 것을 考えてる って 하나님 뭐라세요? 근데 하나님은 뭐라고 おっしゃるんでしょうか? 지금 네가 세계에서 제일 중요한 일을 하고 있는 거야. 지금 아나타가 세계에서 가장 중요한 일을 하고 있는 거야. 어느게 맞아요? 어느 쪽이 맞는でしょうか? 이 신앙생활을 할 줄 모르는 거예요. 이このように 신앙생활을 시간대가 分かっていないのです. 그러면 렘넌트는 어떡합니까? 자, 혹시 렘넌트는 どうなりますか? 아니, 여러분 가는 길이나 준비가 안 되기 때문에 전부 문제로 보이는데 그거 다 문제가 되면 어떡합니까? 皆様 마다 整えていない ために 全ての 道のりで 문제에 부딪혔다라 전부 문제다って なれば どうなるんでしょうか? 학교 다니다 보면 학교 안에 문제 있단 말이에요? 학교 내에는 様々な 문제가 あるはずです. 뭐 그때 마다 포기하고 넘어지고 피할 겁니까? その度に 全てを 諦めて またそのように 詰まるということは そうなってはいけません. 여러분 어려움 와도 그거는 싸워 이겨야 돼. もしも大変なことがあってもそれは戦って勝利しなければなりません. 그 이유. その理由は. 밖에 나가면 더 심해요. 外に出ればもっとひどいからです. 밖에 나가서 그건 아무렇지도 안 해야지. 와, 나 너무 힘들어 못 살겠어. 外に出て平気であるべきでもう大変大変って言っているわけではありません. 그때 언제든지 사탄이 역사 여러분을 건드리는 거예요. 恐らく大変だとつぶやいた瞬間、サタンは後ろで皆さんについてくる. 사탄은 여러분이 염려할 때. 사탄は皆さんが思い煩う時、揺れる時. 분낼 때. 소시て息通る時に. 성경에서요? そのようにどう聖書にも書いてあります. 에베소 4장 27절. 에베소 4장 27절. 와, 분내고 막. 이러로도 息通る時. 할 때. 이러로도 つまずく時に. 소くっついてくるのです. 렘넌트의
꼭 찾아내야 될 응답이 있습니다. さてこれからはレムナントが必ず見つけなければならない答えです。나의전무후무입니다。私の空前絶後であります。디모데후서2장1절에7절第2テムテ2章1から7節です。그런데이걸찾으려고하면먼저해야될게있어요。では空前絶後を見つけるためにまず先にやることがあります。여러분이이393의기도를지속하면요。ではまず393の祈りを持続することです。이때부터나오는게발견되는게있어요。この持続から発見されることがあります。탈란트입니다。それはタラントです。근데우리막잔머리돌려찾아내라니까。でもよく自分の頭を回して見つけようとしているので難しくて見つかりません。아니탈란트는하나님이주는건데친구들통해서알아내려하니까。タラントは神から与えられるものなのに友人からもらおうとするのでもらえることができません。아니탈란트가뭐모르니까그냥부모님에게얘기들어가지고알아내라。부모님이야이거해야돼。タラントがわからない親からこれをやりなさいって言われて。왕국부모생각이지하나님께주시잖아요。全くそれを親の考えで神から与えられるものタラントです。그래서여러분들이토요일날주일날예배할때는기도지속하고혼자조금만기도해도나와요。そこで土曜日日曜日礼拝を通して祈りに集中し、それするだけでタラントは見つかります。이것부터나와야돼요。ここからまず出てこなければなりません。이때부터ではこの後です。말씀성취의흐름이보입니다。この後から御言葉成就の流れが見えるようになります。그렇잖아。내가달란트뭐가다발견돼기도하다가그냥말씀성취의주일날설교도목사님설교도이거지금내가방향이그흐름이보이는거예요。달란트가見つかり、そして日曜のメッセージを通してその方向性流れが見えてくるから分かるようになるのです。이때ではこの時です。학업에응답이온다니까요。학교에답이가出てきます。자이기본적인걸안하면서마라고힘들어하고어떤건포기하고이러잖아요。これが基本なんですが、基本なしで大変だっていうふうにそのようにつぶやくのはよくありません。그래등수가중요한게아니요하나님이주신거냐아니냐입니다。自分の成績が今どれくらいのランキングかということは重要なのではなく、神から与えられているものがあるかどうかということが重要です。우리어릴때는시험치면점수가100점200점이렇게나오는게아니고그한다섯개로나왔어。수우미양가이렇게나왔어。例えば韓国の場合にはテストを受けると100点200点っていうそういう数字の点数ではなく、例えば1、2、3、4、5っていうことでその一つ一つの言葉で付けられていました。90点、もう100点なおも数。例えば90点以上100点になると有数の数っていう感じの言葉が有数であるということです。80点なおも、そしてその次の部分は次の。80点なおも、なおも、み。例えば大体、そしてそれぐらいの内容が出てきました。50点、40点、40点、양。例えば40とか30ぐらいになるとそれぐらいのまあまあっていうことで出てきたりします。今今そして全くもうゼロに近いということになるとそれにふさわしい言葉がつけられます。すべてハングルの言葉の文字によって優秀から、そしてもう一番下のところまで優秀の秀で優れているっていう言葉です。そしてうっていう言葉はそれも優秀の優っていう言葉で、みそしてみっていうことは、だそれは美しいっていう美であります。양、そしてりょう、양화だ。りょうっていうのは良好の量であります。が、そしてがっていうことは、それは可能性のがだっていうこと、全部漢字で付けられてあります。그래서그렇게우리옛날에선생님들잘가르쳤는데우리가지금못깨달은거요。なのでそれは言葉にすればとても良い意味なので、良い成績先生方に教えられました。가가집가자가아니라집가이말이아니라니까요。それは可能性가능성이있어이말이에요。ことであります。可能性のある가。그럼우리가요이렇게응답부터딱받아야되는거。아응답은달라지このように基本的な答えから受けてから始めていかなければなりません。이때부터오면누구든지되는게있습니다。じゃあこの後からは誰もができることがあります。이때부터나도모르사이이제뭐노력안했는데요게되지니까。努力しなくてもこの基本がなっているために。
하나님의말씀으로나를편집하기시작해요미言葉によって私を編集できるようになります아말씀으로내가막편집이딱되기시작합니다미言葉によって編集されていく이때부터기도로そして祈りによって설계되기시작하는것이죠設計されていきます기도자체가설계라이게祈り自体が設計になるということです이때부터내가밥을겨우먹는직업이아닌そして職業というのは食事のためにあるものではなく전도의디자인이딱되는거예요伝道のデザインになっていきます이래야되는거예요こうなっていかなければなりません이걸보고전무후무라고하는것이죠これらを指して空前絶後어려운말이아니에요難しい言葉ではありません왜그러냐どうしてなんでしょうか첫째입니다一つ目です렘넌트자체가전무후무한존재입니다렘넌트自体が空前絶後の存在であるからです여러분이전무후무한존재요皆さんが空前絶後な存在です예를들어서요例えばです그만의생각바꿔야돼아끼고전무후무한존재야考え方を変えなければなりません아끼고は空前絶後な存在です아니이런사람이전에도없고앞으로도없어このような人は今までもこれからもないと思いますだと思いますレムド여러분이전에도여러분같은사람없고후회도없어요렘넌트는皆さんも以前もそしてこれからもいないからです그중에렘넌트라는이단어는전무후무한축복이에요そんな中でレムナントっていうこの言葉自体が空前絶後ですこれを知らなくてはなりません그걸요셉이알은거요それをヨセフが知っていました처음부터最初からです문제왔을때도問題が来た時고난왔을때도苦難があった時も関係ありません착각아닙니다착각병들은착각했다고했어요아니다시와착각했다고했습니다요셉이처음부터요셉은最初から처음부터끝까지한얘기예요最初から本人がそう言っていました아나는세계복음화때문에태어난렘넌트야私は世界福音化のために生まれたレムナントである병들은미쳤나그랬죠아니다시와狂ってるものだと言いました누가미쳤습니까誰が狂っていたんでしょうか병들이미친거예요아니다시가狂っていたのです저이상한놈이야あれはおかしいものである누가이상합니까どちらがおかしいんでしょうか병들이이상해요아니다시가おかしいんです뭐노예로가도아나는세계복음화존재야노래になっても私は世界福音化を存在である결국이거는총리가돼서말했다니까結局これは総理になった後の言葉です아나를형님들이판게아니고하나님이나를앞서서보낸거죠私は兄たちが売ったわけではなく救いのために兄たちが私を先に送ってくださったということ여러분이이걸알아야돼요これを知らなくてはなりません그럼다른사람좀욕할수도있습니다모르는사람들이그리고요셉그래서욕도먹어요例えば周りからはいろいろと悪行を浴びせられるかもしれませんがヨセフもそうです다윗이그래서욕도먹어요다윗이가だから悪行を浴びせられたのです다윗이이거깨달은바람에욕먹었다니까요다윗이가自分の存在を空前絶後だとさっと確信したからそう言われました심지어말이요골리앗과싸우겠다니까형들이뭐뭐욕했잖아요골리앗과も戦いますって言った時に兄たちにものすごく얼마나심한욕을했냐どれほどひどいことを言われたのでしょうか너는본래교만한놈이야お前はもともと傲慢なものだっていうふうに言われたのです참말도안돼아골리앗과싸우겠다면막격려를해야될판인데넌본래교만한놈이야골리앗との戦いをするって言ったら激励の言葉どころかもともと生意気だったと傲慢だと言いました그런소리들도괜찮아이거알아야돼요そんなこと言われても結構です空前絶後な存在です어떤일이와도렘넌트는흔들리지마라どんなことがあってもレムナントは絶対に揺れてはいけません왜냐그거는지나가는과정이지답아니에요なぜなら全ては通り過ぎることで答えではないからです위기왔는데요위기온것처럼보이는거죠危機が来てもそれは危機が来たかのように見えるだけです여러분은전무후무한존재皆さんは空前絶後な存在ですそうです꼭기억해야돼요ではぜひ覚えていただきたいと思います여러분의달란트준비돼있어요皆さんのタラントは準備されています지금뭐찾을뿐이지뭐준비돼있는거예요今見つかっていないだけであってすでに準備されています여러분들에게는벌써응답과이부분이준비되어있다니까そして皆さんの御言葉成就や答えが全て準備されています그자꾸세상말들으니까세상사람들이하나님을믿습니까기도를합니까아무것도모르아는게없어자기하는거가밥먹고사는밖에모르대世の中の言葉世の中の言葉は全て自分の意識を自由しか考えていないので話になりません아세상에아무리훌륭한교수님도교수님무시하는게아니고그사람들이아는거는잘먹고잘사는것밖에몰라どんなに立派な大学の教授がいても教授を無視してるわけではなく彼らがやってることは衣食住のことしか考えていません그말을듣고우리의영적인축복을다놓친다말이안되는거지その言葉を聞き霊的祝福を逃すってことは話になりません
어릴때얘기해줬어요すでに子供の時に話してあげました。あなたが誰であるっていうことを。모세가이말을80세됐을때확인합니다모세가この言葉を80になった時に悟ります물론그동안도기다림도축복입니다もちろんその間の待ってることも祝福です80대부터생기되기시작해요80の時から成就されました遅く成就される場合もあります이런경우는ではこの場合は아주어릴때그냥또오는경우도있어요このように第一サムエルの場合は幼い時오는건이미정해져있는데깨달음이아주어릴때바로깨달을수도있어요来ることは決まっているんですが悟るっていうことは即または大人になってからの場合があるということですいやモセは하자미다깨달음モーセは後に後になってから悟りました그리고이사무엘과요셉특징은요셉은어려울때깨저어릴때부터깨달은거예요요셉은とても幼い時사무엘그두종류만두종류その2種類だけがあるっていうことですと言いますよまた次に行きます다윗어릴때부터깨달아다윗도このように子供の時に悟りました차이가좀있지요差は少しあります어릴때깨달은사람있고좀한참있다깨달은사람幼い時かそれともまた大人になった後かっていう差はあります그러나분명히있다는존재でも明確なことはあるってこと여러분전무후무한존재皆さんは空前絶後な存在であるということです명심해야됩니다교만아닙니다覚えてください傲慢ではありません네확실한증거이기때문에요確実な証拠です언제쯤깨달았는지모르지만위기때깨달은사람도나왔어요근데왜이제悟ったかっていうことは定かでありませんが危機の時に悟った人がいます누굽니까誰でしょうか엘리사엘리사です딱위기왔을때깨달았危機の前に悟りました다니엘そしてダニエル이사람도언제깨달았는지몰라하여튼위기왔을때깨달았어요時っていうのは定まっていませんが危機の時に悟りました저바울과디모데そしてパウロとテモテです아주어려울때깨달았죠とっても大変な時に여러분세종류입니다깨달음이このように悟るっていうことは三種類あります여러분처럼어릴때미리깨닫는게있고요응답지금안와도괜찮아깨닫는게중요해요子供の時にあらかじめ悟るっていうことは答えがたくさん来ることは別の話であります반드시오니까요셉은어릴때깨달았지만반대로모세는한참있던나이들어깨달았必ず答えは来るのでまたモーセは後からそしてダニエルはダビデをこのように小さい時に悟ったのです그래서말씀과기도로이부분이깨달아지기시작찾는겁니다なのでこれを見つけるっていうことは御言葉と祈りで見つけるっていうことであります더중요한거でより重要なことがあります확실한거전도운동을통해찾는겁니다一番確実なのは伝道運動を通して見つけるっていうことです그거를디모데에게다얘기했어요これをすべて今日テモテに話しました디모데서1장1절에서5절에네눈물을알고네할머니어머니에대한얘기를했어요第一テモテ1章のところにはあなたの涙を覚えあなたの母と祖母を覚えてると書いてあります이말은기도를한다는거죠この言葉は祈りを知っているっていうことであります디모데서1장7절은뭡니까そして第二テモテ2章1から7節は何でしょうか쉽게말하면이말씀과기도를다안다는뜻이에요これは御言葉と祈りを知っているっていうことであります어릴때そして子供の時です지금들어간거는여러분에게들어가는거는절대없어지지않습니다반드시성취되게되죠今皆さんに入ったのは絶対消えない必ず成就されるっていうことです그러면서말했어요そしてこう言いました때를얻든지못든지전도인의일을해라전도자가되라あってもなくても伝道者の働きをしなさいっていうことです굉장히중요한말을했잖아요すごく重要な言葉하나님앞과神の御前に사람앞에서그의나라를두고人の前でそしてその国を置いてです엄히명하노니私は厳かに命じる厳かに命じると書いてあります때를얻든지못얻든지말씀을전파해라時が来ても来なくても御言葉を伝えなさいと書いてあります그마음대로이속에서모든전무후무한게만듭니다この中で全て空前絶後なことが成就されていきます。저는5만때만지다했지만은못깨닫는데이때부터오더라니까요私はいろんなことをやっても悟れませんでしたが伝道運動を通して見つけることができました전무후무한응답이와伝道運動を通して私も空前絶後な答えが来るようになったのです고생하나밖에없어요
苦労したのは一つしかありません。시기하는사람많더라고요あまりにも嫉妬する人그외에는고생이없어そのそしる人が多かったのでそれ以外は苦労はありませんいや、まあ、응답받으니까옆에교회에서시기하고요で答えられたら隣教会で嫉妬がありました상상을못했어요상상했으면좀조심했을건데想像を超えるぐらい全く考えていなかったことなので用意することもできませんでした아니영도국에서말해교회가막부흥되니까그영도들이힘을합치고공격하는거예요영도の周辺の周りの教会みんな一丸となって攻撃してきたので그리고가장슬픈일은공격하는중에주역이있을거아니에요그주역이내동기요근데가장悲しいことは攻撃するチームの一番中心人物が인생사정없더만学校の同期であったってことであります동기도없어뭐그냥全く同期ってことも別に사랑도사정뭐지사랑사정없어그냥막공격하는人の人情も情けも愛も全くなくそのように攻撃されました그래서아그랬구나많은생각을하게됐어요근데이런것도考えさせられるそんな時代であったので그러나상관없이나는이축복받았어요しかし関係なく私には空前絶後な答えは우리하고비교가안돼요レムナントの皆さん私たちとは比較にならないくらいの答えです왜금토의시대를열어야되느냐ではどうして金土日の時代を開くべきなんでしょうか이스라엘의기부츠운동을넘가해라이스라엘의기부츠의운동을超えていかなければなりません자미국의하버드가되는데서일나는また、アメリカのハーバード大学ではこのようなことが起きています블랙다이아몬드라는팀들이있어요ハーバード大学にはブラックダイヤモンドっていうこのチームが存在しますこれを上回るものでなければなりません俺もやるし、なんで、왜냐、神の역사를하その集いは可能だと思います神の見働きが伴われるので미국의400개가량되는シンクタンクを論外ら。アメリカの400個以上を訴訟しています。このようなシンクタンクを超えるように神が与えられるならこれらを上回っていくことができると思います。ヨーロッパ인재들이모이는라운드테이블이라고있어요이걸넘가야라またヨーロッパの人材の集いであるこのラウンドテーブルを上回るものでなければなりません。이런꿈을갖고우리렘넌트는모여야되고このような夢を持ち、そして皆さんも集まってまた教えなければなりません。어느날여러분확인하게될겁니다。ある日これらを確認するようになると思います。그래서여러분은정말정말축복받은사람들이죠。なので皆さんはとっても祝福された方々であるというふうに思います。기도하겠습니다。お祈りします。하나님께감사드립니다。神様に感謝します。レムナント時代へ。レムナントの부르심을감사드립니다レムナントの時代にレムナントとして召されたことを感謝しますいい언약으로세계살리는역사를이루게하옵소서この契約で世界を生かす御働きが起きますように예수그리스도이름으로기도하옵나이다예수그리스도の皆によってお祈りしますアーメン